こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日は私の持っているパンプスをね紹介したいと思います。はい、ちょっとね、私事で申し訳ないんですが、私パンプス今ね3足持っていて、すべてあの兼松さんで買ったものなんですね。はい、で私もうずっとね兼松さんのパンプスはどれぐらいだろう、もうほんとね社会人になってからねずっとお世話になっているんですが、はい、もう何足買ったかわからない。でなぜ兼松さんにしてるかというと、やっぱ店頭でしっかりね私の足のサイズに合ったものを選べるところがやっぱり一番いいですね。はい、やっぱりパンプスってサイズが合ってないとかかと痛いですよね。はい、もうやっぱりねパンプスはぴったりのサイズで、やっぱり店員さんとねお話ししながら買うのをおすすめしています。はい、兼松さん、うん、いい。でちょっとね私の持ってるねパンプス3足を紹介していきます。はい、まずですねこのスウェード素材のパンプス、こちらですね。今もうこのデザインないかなと思うんですが、こんな感じになってますね。はい、これが一番今長く持ってるものですね。はい、スウェード素材でヒールが7センチぐらいありますかね。はい、でこれが一番ね歩きやすいから一番持ってるんですよ、これ。うん、つま先がこうね丸くなってるのですっごく歩きやすいでこんな感じですね。でステッチの色もねちょっとね黒いスウェードに白いステッチで可愛いですよね。ちょっとだけカジュアルになります。はい、まずこれが1点目。で続いてこのベージュのエナメルのパンプスですね。はい、はい、になってますね。でこれはちょっとヒールが短め、これ何センチだろう、ベージュのはこれ 5.5 センチなってますかね。はい、ほんとカジュアルに使いたい時にこちらを使ってます。はい、これも可愛いねですね。けどこれもね結構前に買ったものなのでね、デザインちょっとねないかもしれないんですが、こういうのを履いてます。はい、で最後によいしょよいしょこのねエナメル、最後のもエナメルのパンプスですね。これは雨の日でも使えるアクアベールという商品になってますね。雨の日でもね使えるのが欲しいなと思って買いました。このねチャンキーヒールになってる、見えますかね、チャンキーヒールになってるのが可愛い。はい、これ7センチのヒールですね。おしゃれと思って、なんかねかっこいいですよね。うん、けどね先がねちょっと尖ってると長い距離歩くにはちょっと私はきついかなと思っちゃうんですが、はい、こちらですね。はい、がね私の持っている兼松のパンプスになります。こんな感じですね。はい、ね長くね兼松さんのねパンプス愛用できるのでおすすめです。はい、ということで今日は私の愛用している兼松のパンプスについてのご紹介でした。ご清聴ありがとうございました。